こんにちは、ネギです。YouTube 動画に初めて声を入れてみます。撮影会でオフショット動画を撮ったので、今回はそれを載せていきます。この日の撮影は、チャイナドレスの衣装を着ました。これは本当はね、膝丈ぐらいの写真だったので買ったんですけど、私が来たらかなりミニスカートになっちゃって、ちょっとお尻が丸出しになってます。下に水着を着てるので安心してください。全身をねちょっと写すのが難しくて顔が切れちゃったので、ちょっと自撮り動画を撮る練習をします。髪飾りも新しいのを買って合わせてみました。2着目は猫耳チャイナレオタードの衣装です。パンダも合わせてみました。これは別々のお店で買ったんですけど、こうデザインが似てるので猫耳とこうチャイナ合わせてみました。なんかスタジオに草があったんで、なんか映えるかなと思って撮ってみました。かなりハイレグの、セクシーな衣装だけど、お尻がすごく綺麗に見えるのでお気に入りです。足がね好きな人多いので足を取りました。こちらはまた違う撮影会で湘南の海が見えるスタジオで撮影をしてきました。この日はねすごい晴れたり雨が降ったりで交互だったけど、8割ぐらいは晴れてたのでいい写真がたくさん撮れました。海のスタジオだったので水着を着て撮影しました。私は競泳水着が一番好きなんですけど、皆さんは好きな水着は何ですか？コメント欄に書いてくれたら嬉しいです。でこれはミズノっていう競泳メーカーさんの水着で、競泳選手の方が公式で着る衣装水着なので、そのマークがねお尻のところについてて、これはタグではないです、公式マークです。やっぱちゃんとしたねメーカーの衣装は着心地がすごくいいので、これ家から着てきました。下に、はい、これは自撮り棒で自撮りをしてる感じ。いつもこんな感じで撮影をして SNS やファンサイトに写真を載せてます。最近好きなことはいきなりステーキで、初めて行ったのが 3月かな、3月に初めて行って、そこからすごくハマって月に3、4回ぐらいは一人で行ってます。好きなメニューというか、毎回同じメニューを頼んでるんですけど、いきなりコンボが好きです。ハンバーガーとステーキのセットのやつ。あとはぷいぷいモルカーが好きです。アニメは終わっちゃったんですけど DVD 予約したので届くのが楽しみです。それと最近あったことだと、オリジナルグッズの販売がついに開始されました。 SNS で告知してるので、概要欄にもリンクを貼っておくので見てください。オリジナルグッズについての詳細の動画も作ってまた YouTube に載せようと思います。
この日の湘南の撮影会は大好きなライムちゃんとお友達と一緒だったので楽しかったです。一緒に休憩中お弁当を食べました。私は唐揚げ弁当で、ライムちゃんはなぜかドラミちゃん弁当を食べてました。これは海外の水着、変形水着です。これ変わった衣装が好きなので、結構それどうなってるのってよく言われる衣装ばっかり着てます。動画は今日はここで終わりなんですけども、みんなが見たい動画や衣装、シチュエーション、なんかリクエストがあればコメント欄に書いて教えてください。チャンネル登録といいねしてくれたら嬉しいです。バイバーイ。